はい、東京 YouTube 整体の平野です。先ほどお客様からですね、この目の疲れ、今ね、非常に皆さん、画面ばっか見ているんで、この目の疲れが全身にね、こう、強い影響を及ぼしているのですかっていう話をね、してくださいました。質問がありました。当然ね、強い光をいつも浴びているんでね、そういった問題、目から来る疲労、そして、この動眼神経、滑車神経、この脳幹に向けてのね、その緊張がいくという、そういう問題も、すごくあると思います。でももう一つ私がですね、こう、提案するというか、気がかりなのは、やはりこの腕の緊張がですね、この目の疲労にまでもすごく影響が強くあるというお話です。手の緊張、細かい緊張ね、この動かし方が手の緊張を生んで、そしてこの肩が巻き込み、こういう強い緊張を生むと肺を縮め、そして喉に緊張を入れるんで、脳に酸素が行きにくい状態、当然目の毛細血管にね、きれいな血液、酸素がいかないという状態を作っているために、目が疲労してしまうという、この両方からの、ね、問題があると思います。実際に、先月ですね、施術させていただいた女の方はですね、このうちのこの LED ライトがね、こう仰向けに寝た時にもう眩しくて、先生これちょっと暗くしてもらわないと私耐えられないという方を、施術したんですけども、最初にこの腕のね、緊張を抜いた時点でもう一度ちょっと見てくださいっていうふうにしたら、あれおかしいななんて始めて、じゃあ一番最初の明るい形にしますねって、したところ、大丈夫ですと、結局ですね、先ほど話したみたいに、この腕の緊張が、酸欠状態をね、起こさせていて、その目の循環が悪くなって、この眩しいという形を作っていた。ようです。でその後も、来ていただいた時に聞いたら、あれからね、結構大丈夫になりましたという話をしてくださったんですけども、私が、提案するのは、もちろんこちらもすごく大事でね、目の、目に対する施術というか、頭蓋骨の施術、首の施術ともすごく大事なんだけども、この腕のね、緊張を取る、なかなか、他のところでは見られないちょっと緊張の取り方をしていくんですけども、そんな不思議な、腕の整体もやっている、全身やりますね、もうやっている、整体です。愛知県でやってますけども、東京目黒駅の近くでやっています。出張しています。そして、大阪も出張しておりますので、興味のある方はこちらからよろしくお願いいたします。